こんにちは。佐渡総合病院病院長の佐藤です。プロジェクトメンバーを代表しまして、一言ご挨拶申し上げます。この度は、県イノベーション創出支援事業に採択されました、医療・介護・福祉サービス提供に係る資源最適化支援システムの構築について、中間報告の機会をいただき、大変ありがとうございます。少子高齢化が急速に進む中、住民個々に最適な生活支援や医療サービスを提供することは極めて重要です。しかし、必要なサービスを提供できる施設の選択には、ベテランの経験値と大きな負担を要します。本プロジェクトは経験値に頼らず、少ない作業負荷で住民に適した施設の候補を提案する、すなわち住民とサービス提供施設のマッチング提案システムの構築を目指すものです。それでは、佐渡総合病院における本プロジェクトの取り組みについてご紹介させていただきますので、どうぞご覧ください。佐渡市は全国で最も少子高齢化が進んでいる地域であり、高齢化率は実に 42% を超えています。超高齢社会では、個人の状態によって適切な生活支援サービス、医療サービスを選択し、これを提供できる施設へつなげなければなりません。この課題は佐渡市だけではなく、同様の人口構成を持つ地域はもちろん、今後は新潟県全域、日本全体に起こる問題といえます。佐渡市の現状では、対応できる施設の選択は、地域を熟知している医療関係者、医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャーなどの経験値に依存しており、作業自体も容易ではありません。本プロジェクトでは、住民と医療・介護サービス提供施設のマッチングを AI で支援する仕組みを構築します。患者さんを他施設に移動させる必要が生じた際、患者さんに必要な医療・介護サービスとそのサービス機能を持つ施設を AI を使ってマッチングし、適切な移動先施設の候補をナビゲートします。これにより経験値に依存せず、負荷が少ない施設選択業務を実現します。超高齢社会の課題解決には、行政・医療・介護福祉など関係者の協働が欠かせません。本プロジェクトも佐渡市、医療、介護、福祉の各団体で構成される協議会とシステムを開発する企業が協力しながら進めています。今回の事業の概要をご説明します。医療、介護、福祉事業所が持つ機能をデータベース化します。患者さんに必要な医療・介護サービスを入力する機能を実装します。両者を AI がマッチングさせ、必要なサービスを提供できる事業所をリストとして提案する仕組みを構築します。提案リストをもとに、受け入れ事業所を人手で調整します。上記のステップ1から3を ICT 技術を用いた資源最適化支援システムとして構築します。 AI に過去事例を学習させることにより、システム稼働時から実態に近い提案リストの提示が可能です。またシステムの利用が進むほど提案精度が向上します。システムの概要をご説明します。まず、患者さんに必要な医療・介護サービスを入力し、登録されている医療・介護施設からサービスを提供できる施設の候補を AI を用いてナビゲートします。次に、候補施設への受け入れ打診や調整中、決定などのステータス管理を行うなど、施設間のワークフロー、コミュニケーション機能の実装を想定しています。本プロジェクトでは大きく2つの効果を期待できます。本システムの利用により、 AI がマッチングのサポートをすることで、地域を熟知したベテランでなくても調整業務を行え、より少ない人的資源で患者さんの調整作業を担当することも可能となります。住民から見ると、療養場所が適切に選択されることで、自身の生活能力を意識し、生活を自ら考えていくといった、高齢社会では重要な機会が得られます。次に、本システムは佐渡に限らず、どの地域にも適用できる汎用性を持つシステムです。 AI 機能の搭載は汎用システムにもかかわらず、地域の実情や特性への適合を可能とします。
作業の全体スケジュールについてご説明します。2020年度は施設要件のマッチングを精査し、プロトタイプツールを開発しました。2021年度は今回の支援をいただき、プロトタイプのテストを行っています。テストを行っている中で、システム化に向けたいくつかの課題が見えてきました。例えば、患者さんの状態から候補施設を導き出すためのロジックについてです。過去の紹介患者事例をベースに考え、汎用的に使用できるように AI エンジンを構築していきました。今年6月に病院職員にシステムの操作説明を実施、7月に入力したデータを AI に学習させ、病院にて検証作業を行っています。今後は実データをもとに AI の学習状況についてさらに検証を行い、患者さんに合った施設候補抽出の精度向上を図ります。そして佐渡から全国へとシステム展開について検討を行います。続いて、作業内容につきまして2つに分けてご報告します。はじめに AI 検索エンジンの評価ですが、現在実施中の作業となります。こちらはマスタとして登録した佐渡管内施設対応可能な医療処置一覧のサンプルです。施設名称を縦軸に、施設の機能を横軸に取り、一覧表として整備したものです。この機能の見える化も AI が候補施設を考える上で重要な要素の一つとなっています。施設機能の見える化によって AI がより精度の高いマッチング提案ができるようになり、職員の迅速な意思決定を支援します。次に、操作画面の確認作業ですが、これから実施予定の作業となります。職員の方が操作しやすいシステムとなるよう、画面レイアウトや画面遷移など意見交換を行いながらブラッシュアップを進めてまいります。私たちは今回の AI によるマッチング提案の仕組みを構築し、調整にかかる個人への依存度を大きく下げ、より少ない人的資源で適切な施設の選択が可能になると考えています。また入院期間の短縮によって病院の効率性が向上し、介護・福祉事業所も特異機能を活かしながら安定した利用者数確保を実現できます。この効果は地域全体で社会保障サービスの質の向上と経営基盤の安定化に直接貢献し、地域の社会保障体制の持続性に寄与する、そのような未来を実現したいと考えています。ある患者さんがこういう施設に入りたいんだけど、その施設は対応できるかどうかっていうのは、そこに調整に関わる人たちの経験値、つまりその地域の非常によく知ってる方でないとなかなか難しい。なのでこういうシステムを作れば、ベテランの方でも経験の浅い方でも調整はある程度可能だろうということを目指して今回構築しています。本当のベテランの人たちと同じパフォーマンスを発揮できないかもしれないんですけど、それに近い部分の調整をなるべく少ない資源で可能になるかなというふうに思ってるんです。ただこれには全ての医療施設、全ての介護施設の人たちの理解が必要ですし、行政の方の関与は絶対に必要になってきますので、多くの人たちの協力が絶対に必要です。で、この協力関係が作れるかどうかが、このシステムの構築の成果に関わってきますので、お互い手を結ぶような環境づくりっていうのが最も配慮したと言いますか、最も注力したところかと思います。今回のシステムで富士通さんにお願いしたことですが、最も適した候補を1つ挙げるじゃダメなんですよ。最低2つか3つぐらいまで絞り込んで、最後は人と人が連絡を取り合って、お宅お願いできませんか、いいですよっていう関係を作らないと、この連携はうまくいかないんですよね。だから1個に絞ってはいけないっていうのを要件にしてます。佐渡は世界で最も進んだ少子高齢化地域ですので、世界の未来を占う地域なんですよね。ですから、こんな少子高齢社会にどういう社会保障システムが最適なのかっていうのは、世界に答えがない状況ですから、佐渡で作らなくちゃいけない。これがある程度実現できれば、おそらくこれから先日本、世界に貢献する力になるはずだと思って、それが我々の意気込みです。